はい、こんにちは。ホビケンゴリシでございます。今日はこちら。ゾイドワイルド、キャノンブルとドライパーサ、綱引き対決をやっていきたいと思います。前回ね、ちょっと寸劇込みのね、二つの、ちょっとふざけた感じをやってみたんですけども、今回はね、ガチ勝負の、綱引きをやっていきたいと思います。まあ、どういう展開になるのかはね、ちょっとこの後の動画を見ていただいてのお楽しみということで、では早速、やっていきましょう！はい、それでは準備が整いましたので、早速、やっていきましょう。ドライパンサーの後ろの部分が若干長いんですけど、まあ、お互いね、それぞれ、ここの、基準のところを、ベースに真ん中がここに決まって、で、ちょっと不利かな。ドライパンサーの方が。っていう感じですけど、まあ、ちょっとやっていこうかなと思います。まあ、最初ちょっと1回でね、やろうと思ってたんですけど、なんか、どうせなら3本勝負ぐらいにして、ちょっと見てもらおうかなと思うので、何かね、ハプニングが起きれば面白いなっていう感じですね。はい。では、早速、行きましょう。キャノブル粘っております。キャノブル粘ってます。あ、分かった。足元引っかかってるだけだ。ストップ。さて、やり直し。1本目の勝負。ちょっとですね、下に敷いてるものの段差がありまして、足元がまさかのキャノンブル引っかかるというね、フィールドを改良します。まあ、ただね、さっきの勝負見てる感じだと、結構やっぱ、キャノンブル劣勢な感じでしたね。ドライパンサーがかなり優勢な感じでしたけど、ちょっとね、次の戦い。次の戦いっていうかね、次がもう一本やり直しっていう感じなので、もう一回それをやっていきたいと思います。さあ、準備が整いました。ちょっとね、もともと最初のスタート位置を消して、ちょっと、さっきの感じ見てると、キャノンブル逆にしよう。ということで、位置を逆にしまして、それでは、スタート！さっきとは裏腹に力が拮抗している。なんということ。お、キャノンブルがちょっと優勢か。お、キャノンブルが引っ張り始めて。お、いいぞいいぞ。あとちょっとで、キャノンブルが勝利だ。お、お、終了。カン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 。第一戦、勝者、キャノンブル。キャノンブルも、喜んでおります。はい、よいしょ。では、注目の第二戦。これをね、キャノンブルが取ったら、勝ち確定ですね。第3戦はやらないということになりますんで。では、行きましょう。用意、スタート。さあ、お、またもや、キャノンブルが優勢か。徐々に、キャノンブルの方に寄ってってるぞ。さっきまであんなに強そうだったドライパンサーが、どんどん、どんどん、
負けている、なんということでしょう。終了、キャノンブル勝利、イエーイ。まさかの位置を入れ替えた途端キャノンブルがめちゃめちゃ強くなったというね。これちょっと一回試してみたいのが、キャノンブルをまた逆にしてみようか。ドライパンさんがこっち、キャノンブルがこっち、要はエキシビジョンマッチ。キャノンブルがね、もうさっきので勝ち確定なんで、最後の一戦これちょっとエキシビジョンマッチでね、逆でやってみたいと思いますんでね。よいしょ、では行きましょう。よい、スタート。さっきのあれは何だったんでしょうかというぐらい一気に終了。勝者ドライパンサー、なんという強さでしょう。まさかね、先ほどまであんなに弱かったドライパンサーですが、こんなに圧倒的に勝利をしてしまうとはちょっと思いもよらなんだでしたが、はい、ということで今回はゾイドワイルドのキャノンブルとドライパンサーで綱引き勝負をやってみました。3本勝負でね、2本勝利した方が勝ちということでやってたんですけども、1本目初めてね、ちょっといろんな不具合があったんでちょっと場所を入れ替えてやってみましたが、1本目のね感じから見たらドライパンサー圧勝かなと思ってたんですけども、場所を入れ替えてやったらまさかのキャノンブルが2本連続勝利ということで圧勝でしたね。ドライパンサーそんなに弱かったっけなみたいな感じではありましたけど、はい。で、エキシビジョンマッチね、あと1本残ってたのでエキシビジョンマッチでね、場所をまたもう一回入れ替えてやったら、今度はドライパンサーが圧勝と。あんな速さで勝つとはね、思わなかったですね。ちょっともしかしたらフィールドの方にね、ちょっと滑りやすいとか、掴みやすいとかがあったのかもしれないんでね、ちょっとまたね、フィールドを変えて、やってみようかなと思うので、ちょっとそちらも楽しみにしていただけたらなと思います。ちょっとね、今回のはね、予想外の展開すぎて、ちょっと僕も、意外と盛り上がっちゃいまして。まあ、ちょっと皆さんにもね、楽しんでもらえるんじゃないかなと、楽しんでいただけましたでしょうかね。まあ、ね、今日の動画もね、面白かったなとか、気に入ったなとか、ちょっと楽しめたよっていうこと思ってくれた方は、高評価、いいねボタン、グッド、ライクお願いいたします。でそしてね、ぜひお友達にも教えてあげてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね！ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。